そういう女じゃない。死体はバラバラだったと屋台の店主が言っていたらしい。ほら遠慮するな。見るのはただだ。すごい品物が揃ってるぞ。これは魔術師アエラマスが所有していた奇跡の一品たちだ。一生に一度の機会だぞ。どうやって手に入れた？宝を進んで手放す魔術師など初耳だ。アエラマスの意志を確かめた者はいない。火炙りになった。財産を一緒に焼かなかったのは変だな。ウィッチハンターがあっさり転売を許したのか？許してくれたとも。収集品としての価値しかない。普通の商品にしか見えないからね。なるほど。確かに普通の品ではなさそうだ。それぞれが魔法の鍵だとの噂だ。この鍵と合う錠前がどこにあるかは噂されてないか？残念だが、知っていたら売るわけがないだろう。アエラマスの家はオクセンフルトの南だが、今は廃墟だ。彼を捕らえるのにウィッチハンターは多大な犠牲を払った。何があるか見せてくれ。またな。この人形だ。掘ったのではなく魔法を使って作られている。トリスに聞いてみよう。愚か者は不寛容と迷信の神。捕られた足が不自由なふりをしやがって。必死になればいい走りができるじゃねえか。一発打ち込めばもっと速く走っていこう。何？ゲラルト、こんなものを拾った。行きましょう。彼を解放しないと。貴族のようだな。そうかも。ついてきて。ここじゃ儀式ができない。準備は整った。始めましょう。不気味な場所だな。そうね。吸血鬼の隠れ家みたい。だからこそ絶対に邪魔は入らない。人形を渡して下がっていて。やってみよう。貴族だと思うが。気をつけて。もっと危険なものかもしれないわ。アルアンダウナアルアイス。コーラル、やめてくれ。説明させてくれ。コーラルですって？あの娘に色目なんて使ってない。俺にはお前だけだ。コーラルじゃない。サキマスか。幻影だな。ここは魔法をかけたのはコーラル。彼女らしいな。
彼女ほど悪意に満ちた女魔術師はいないでしょうね。例外がいるとすれば。コーラルはいない？なら楽しもうか。叫ばす。名前は何だ？ここはノビグラドよ。ノビグラド。ノビグラドだと？オクセンフルトでコーラルが激怒しているところまでは覚えているんだが、あいつは相手には忠誠を求めるくせに自分はまるで奔放で、まるで盛りのついた猫。まさにそれだ。まったく牛の群れに踏みつぶされたような気分だ。彼女が俺に何をしたかは知らないが、そこから助け出してもらったようだな。さあこれを頬をコーラル色で染めるといい。あなたと付き合ってた頃より男の趣味が悪くなったみたいね。心優しい紳士なら一人でもやっていけるわ。